どうも皆さんこんにちは、福井の映像屋さんの木野です。以前別の動画でピンボケしてしまっている写真を復活させる方法をご紹介させていただきましたが、今回は画質が悪い写真を復活させる方法をご紹介させていただきたいと思います。カメラの設定ミスなどで画質が悪い場合だけではなく、例えばものすごく古い写真だったりとか、あとは集合写真の中の自分を切り抜いてプロフィール写真に使いたい時なんかもおすすめの方法です。ちなみにこのチャンネルではフォトショップをはじめウェブ制作や動画制作、AI など様々な情報を初心者の方向けに発信しています。クリエイターを目指している方はぜひ今のうちにチャンネル登録もよろしくお願いいたします。では今回はこちらの私の写真を使っていきたいと思います。細かく見ていただくと四角いセルの形が分かってしまうぐらい画質が悪いことがわかると思います。早速補正していきましょう。では上部のフィルターのメニューの中からニューラルフィルターを選択します。フィルターの画面が表示されました。今回はこの中にあるスーパーズームを適用させます。初めて使う方の場合にはフィルターのダウンロードが実行されます。私はダウンロード済みなのでスーパーズームの設定画面が表示されました。画像のディティールを強調はチェックを入れた状態、 JPEG のノイズを削除はチェックを外した状態、ノイズの軽減は今回は4ぐらいに設定して、シャープは10ぐらいにしておきます。そして顔のディティールを強調にはチェックを入れましょう。これで設定は完了です。画質の向上はこのズームボタンを押していくことで実行できます。現状はズーム値が1倍になっているのでまだ画像は変わっていないのですが、最大16倍にまで画質を上げることができます。ズームボタンを16倍になるまでクリックしていきましょう。はい、スーパーズームが完了しました。元々の写真が荒すぎたので綺麗には見えないかもしれませんが、下の方のアイコンをクリックして元画像を表示させると違いは一目瞭然だと思います。このテクニックは元の画像が荒い場合に限らず、単純にさらに画質をアップしたいという時にも使っていただけるものになっています。本日はご視聴ありがとうございました。このチャンネルではウェブ制作や動画制作、 AI など様々な情報を初心者の方向けに発信しています。もし分かりづらかった点などがございましたらコメントをいただけますと幸いです。またチャンネル登録と高評価もぜひよろしくお願いいたします。